さんこんにちは、こんばんは。ゆうこるチャンネルのゆうこるです。今回なんですけども、転生したらスライムだった件がですね、もうしあさってですか、24日金曜日から開催です。イエイ。5月のパズドラやることなかったな、ほんまに。このゲーム何もすることなかったけども、やっとねやること増えるということで、今回はそんな転生したらスライムだった件コラボの現時点でのめちゃくちゃ優秀なキャラ5000を紹介していこうと思います。はい、あの転生コラボね、キャラやっぱ強いキャラかなり多くて、まあ、もちろんね、あの当然ながら全キャラ強いわけじゃないですよ。テイラークにも弱いキャラはいたりしますけども、やっぱもう基本的にレア度567全部に共通しているのが、やっぱ強いキャラめちゃくちゃ優秀なんですよね。まあ、で今日はテンスラコラボのね、優秀なキャラクターをね、5体紹介していければなと思います。まあ、ゆうこるチャンネルが強いと思う順にね、第1位から第5位まで紹介していければなと思います。実際に見ていきましょう。もう1位は絶対にこれ、ミリムナーバ。正直リムルもめっちゃ強いと思うから、リムルもかなり期待してるんだけども、1位誰って言われたらさすがにミリブやな。これちょっと書いてること強すぎる。まあ、予想は2400円確定枠です。バインド封印スキビオンボイスの印の箱持ちで37ターンで変身です。変身時ヘイスト遅延等ないので変身めちゃくちゃ大変ですが、変身後バインド封印指浮遊10強打つ TG 無効感ボイスに印の箱持ってます。まあ、この超絶火力に加えてスキルも2ターン自分の攻撃力が2倍、ダメージ上限値は120億、6解除し火闇開口9個ずつ生成、シールド1つ赤いが4ターンです。シールド赤いがどんぐらい強いかはまだ未知数ですけども、まあ、単純に自身の攻撃力2倍が2ターンあって上限120億が2ターンあるんで火力も高いし、ロック解除に3色陣 9個ずつ生成ですね、3色生成があるのが、ね、4ターンというのでめちゃくちゃ優秀ですね。まあでサブにいろんなキャラ合わせれるので、まあ、それも踏まえるとかなり強いと思います。極レグスと合わせたりとかしても強いしね。でまあ浮遊10強打つ TG 無効感に関してはやっぱ火力シンプルに高いんでね、でインの加護もあるんで裏千住では間違いなく最強クラスのキャラになるでしょう。リーダースキルは闇火回復同時攻撃ダメージ 80% 軽減、攻撃力55倍、4コンボ加算固定500万ダメージ、闇の回復 1.5 倍です。まあ強い理由の一つがやっぱもうこのリーダースキルですよね。やっぱり 80% 軽減の視点で優秀なのに、攻撃55倍に4コンボ加算固定500万に闇の回復 1.5 倍やで、強すぎるよな。まあ、だからバンプ縮小とかには弱いんですよね、ミリム。逆に言えば盤面縮小対策とかは必須なんだけども、まあ、それでも 80% 軽減に回復 1.5 倍が強すぎるしね。まあもう絶対に最強リーダー確実だと思います。マジでゴッドガンダムとユニコーンガンダムと同等ぐらいなんじゃないでしょうか。まあ、あの裏千住とかいうね、陰の過去接待ダンジョンがあるんですけど、さすがに裏千住はミリムとかリムルが圧倒的に超えると思います。ただまあさすがに全ダンジョン共通で踏まえたら、まあユニコーンガンダムとかゴッドガンダムとかっていうのは耐久値がアホみたいに高いので、まあ、そういうキャラと使い分けって感じになるのかなと思います。まあ、ただ間違いなく環境トップ3は確定していて、まあ、超優秀なキャラクターですね。武器も闇属性追加スキブ3つ10強とかいうね、もうチートクラスに強いキャラです。まあ、あとシンクロ覚醒があるのもやっぱでかいですよね。はい、これがミリムナーバです。そして続きまして第2位は当然ながらリムルです。まあ、ここまではみんなもう分かってると思うんだけどね、もうやっぱりミリムとリムルはぶっ壊れです。で、スキビオンの37ターン変身。こっちは2ターンヘイスト変身なんで結構使いやすいかなっていう感じ。で、まあ、バインド封印指に、水コンボ強化プラス、浮遊10強打つ熟成ボイスにインの箱持ってます。マジこの覚醒強すぎなんだよね、これ。浮遊10強打つ熟成インの箱って。で、スキルは1ターン、自分と助っ人の上限70億、ランダム水6個生成、HP20% 回復が1ターンです。このリムルのやばいところは、まずまあ単純な火力、捨ても優秀ですし、でまあスキルがね、やっぱ自分と助っ人の上限70億にね、水6個生成、HP20% 回復なんで、やっぱスキルもめちゃくちゃ強いんだよね、これ。で、自分と助っ人上限70億だから、フレンド側は上限解放ないキャラとか置いてもね、一生火力出し続けれますし、しかも水6個生成もある。そして、本当にやばいのが、この HP20% 回復で、これ即回復なんですよ。リムルテンペストを使った瞬間に 20% 回復するんですよね。つまり、2体入れたら 40% 回復ループ、3体入れたら 60% 回復ループなんですよ。3体なんて入れれる枠ないでしょうと思う人もいるかもしれないんだけども、ちょっと考えてほしいんだけど、現環境のゴッドガンダムの最強テンプレって、ゴッドガンダム、ゴッドガンダム、ジャスティスガンダム、ジャスティスガンダム4体入ってるんですよね。ちょっと考えてみてほしいんだけど、まあ、なんでジャスティスが入ってるかっていうと、まあ、回復生成、回復エンハンスがあるからじゃないですか。だったらそれをリムル4体に変えると、まあ、リムル4体はちょっとね、生成量多すぎるんであれですけども、実際リムル3体ぐらいだったら、水18個生成、普通に運用できますよね。
そうで、しかも HP20% 回復なんで結構えぐいと思います。なのでリムルテンペストに関してはこれまあとんでもないぶっ壊れで、3体4体配下金編成も楽しそうだし、当然ながら1体でもこの火力エンハンスめっちゃ強いんで、リムルは相当強いと思います。リーダースキルは7コンボ以上 60% 軽減、水消すために攻撃力 2.7 倍、1コンボ加算、水の全パラ2倍となっていて、まあ、全パラ2倍 60% 軽減でね、実質 HP5 倍ありますし、水消すために攻撃 2.7 倍、1コンボ加算、めっちゃ偉いですね。相方で追い打ちを補えるのもありますけども、裏千住とか、あ、間違えた、新千住か、今度実装される新千住、多分どうせ千住なんで追い打ち不要なんで、そういうところにおける適性はやばそうですね。まあ、絶対強い。で、さらに、進化後もあって、バインドスキビオン封印指10強一熟成ボイスに浮遊持ってます。はい、でスキルは2ターンダブル吸収無効に上限80解放にシールド調査カーが7ターンで使えます。ただこれリムルの相方としてフレンド側に置くのが結構強くて、あの火力はね一生リムルのねこのスキルフレンドの上限70解放で出し続けれますし、しかもシールド調査カーにダブル吸収無効もありますので結構強そう。リーダースキルも水2攻防 77% 軽減、攻撃36倍、固定1000万ダメージ、水の回復4倍と、かなり優秀な部類に入ると思います。はい、まあ、リムルもねシンクロ覚醒持ってるんでね、まあ、ちなみに武器もめっちゃ強いですけどね、まあ、リムルは絶対優秀だと思います。で続きまして3体目ですね。3体目がこちら、まあ、ベニマルですね。まあ、ベニマルが強いというか、まあミリムが強いですね。あのミリムが強いです。普通にミリムが強くて、ミリムのサブで使えるから必然的にベニマルも強いっていう感じです。まあ、バインドスキビオン回復エルジュクツムコカンティージボイスに毒耐性パラス持ってくれてるんで覚醒もめっちゃ強いですし、まあ、スキルもね暗闇2個作ってしまいますが、火闇自身の攻撃2倍エンハンスにロック解除火闇回復5個ずつ生成が2ターンで使えるんで、ミリム様にぶち込んどけば絶対使えるよね。リーダースキルも火闇同時でダメージ激減、攻撃35倍、4コンボ加算、悪魔の HP1.1 倍、回復3倍と悪くはないんですけども、まあ、とにかくミリムのサブにぶち込んであげるだけで生成要因で使えますので相性も抜群で、まあ、必須キャラの一体になると思いますし、あとはテンサラマッチが実装されるとあの HP 攻撃回復力上がるので、まあ、ミリムのサブにベニマル入れるのが一番メタになるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに武器も強いですという感じですね。まあ、めちゃくちゃ優秀なキャラクターで、ちなみにシュナに関しても当然ながらめっちゃ強くて、あのバインドスキブ封印回復努力とチーム HP2 つ、エルジュパラスポイスに回復努力パラス持って、スキルが76マス拡張に闇ダメージ無効、消せない覚醒無効、全回復6ターンなんで、まあ、サポートアークで絶対使えると思います。まあ、めちゃくちゃ強いよね。で続きましてこちらラミリスですね。ラミリスに関しては36ターンでスキブ2個でね、スキルチャージ持ちで変身できるキャラです。まあ、多分交換できそうなんだけど、バインド封印指回復エルチェ冬4色攻撃4つガダブレボイスにいいんだけど、あの言っとくっすけど、多色は火力大幅に上昇することによって結構環境きます。なのでラミリスもかなり期待できるかなと思います。ルーレット生成上限55億が3ターンです。指印帳ないのはクソほど弱いんですけども、ルーレットスキルの中では。ただやっぱ上限55億の火力出せるのは偉いかなっていう感じ。まあ、個人的には運営にここに指印帳スキルを本当につけてほしいんだけども、まあこれは多分ラミリス交換できるんですよ。多分交換できるからついてないんだと思います。はい、交換できないキャラだったら 100% ついてます。リーダースキルは4色同時ダメージ半減、攻撃20倍、5コンボ加算、光闇の全パラ 2.5 倍、指3秒延長です。まあ、普通に全パラ 2.5 倍半減に攻撃20倍に5コンボ加算に指3秒延長あるって何でもありじゃない。さすがに強いっしょ。で武器も5色攻撃ドロ強10個って感じになってます。まあこれ弱いわけがなくないっていう感じなんで、もし交換できるとしたら、まあ、1体は確保しておきたい、洗脳してるかなと思います。はい、ということで、6体目です。いや、5体で終わりたいんですけど、もうちょっとだけおまけで生かして、おまけで生かして、ごめん5体で終わりたかったんだけど、おまけで、はい、まずゴブタ、これ星5なんで油断してる人多いと思うんですけど、バインドスキビオン封印毒プラス10強4つ、エルジュプラスボイス全パラ強化、アシスト無効回復潜在つけれて7ターンダメージ軽減、全ドロ強、消せない覚醒無効、全回復7ターン、これ弱いわけなくないですか。なので低レア枠のくせに軽減ループ消せない覚醒無効あって、この覚醒スキル持ちなんでめちゃくちゃ強いんで、ゴブタも持っておきたいよね。で最後にシズに関してなんだけど、これはジャスティスガンダムとかゴッドガンダムって結構今無効化運用がメタだから、まあ別に無効化運用でいいんだけども、一応サブにシズを入れてあげることで無効貫通スキルで対応していくという方法も取れるようになりますので、ちょっと新しい時代切り開けるかなと思います。まあ、という感じのねキャラたちですね。まあ、特に前半に紹介した5体は間違いなく優秀なキャラたちだと思いますし、まだ新キャラ発表明日以降もあるんでね、それも踏まえて楽しみにしていければなと思います。ということで今回はね、現時点で優秀なキャラを5体紹介する動画でした。まあ一番僕が強いと思ってるのは絶対にミリムです。これは間違いなく環境トップ来るので、かなり期待しておきましょう。ちなみに配下金勢の方は俺はリムルが1位になると思います。配下金だったらね。ということで今回の動画は終わりになります。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。みんなの思う最強キャラもぜひコメント欄に教えてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。